昔幽霊団地って呼ばれたとこがあってさ、3人が足を踏み入れたのは心霊現象。急に窓が開いたり、ここ廃墟だって聞いてきたんですけど。無人のはずの幽霊団地。何なのこれ。お迎えです。あの人たちおかしい。なぜ死ぬのが怖いのか。この団地には絶対なんかある。これ人じゃない。見たでしょ。死ぬことは怖くありません。恐怖の実話から生まれた考察型ホラー。どうやったら死の恐怖から逃れられるか。目的は何。でも誰が。私じゃない。違う。トモロキ狂ってる。死にたくない。狂気の団地に隠された最大の秘密とは。 N 号と真実を知りたいのですよね。